あのスペースハリアーが2メガでついに新登場。テレビゲーム初の 3D 感覚超迫力ソフト、迫り来るドラゴンをツーフィンガー連射で倒せ。スペースハリアー。セガー。日曜の朝はパソコンサンデー。人気ゲームの攻略テクニックや実用ソフトの使い方、それに分かりやすい C 言語の解説など、誰にでも分かるパソコン情報番組です。日曜朝9時半、パソコンサンデー。セガメガドライブの16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドッカンとデビュー。まずは獣王機、そしてスペースハリアー2。やっぱゲームは16ビット。ユーホンボール。セガユオン、セガセガメガドライブ、ユオン、セガセガメガドライブ16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドッカンとデビュー。ハマっちゃう。まずは獣王機。グラフィックもキャラクターもグイッとリアルで、こいつはぶっ飛ぶ SFX。 そしてスペースハリアー2、スーパーサンダーブレード。やっぱゲームは16ビットじゃないとつまんない。 You Homeboy。 セガ。重いっすね先輩。4メガだからな。世界初の4メガカードでハイパーシューティング、スペースハリアー登場。いつまで続けるんですか。ロムロムアンプ新発売。ロムロムでカラオケができるようになってから、お姉さんにもお兄さんにもお父さんとお母さんにも使われちゃいそうで、僕のロムロムが危ない。仲良く家族でロムロムカラオケ、ロムロムアンプと同時発売。あ、32ビットのゲームだね。メガドライブが32ビットになるのさ。ソフトも新次元グラフィックス、しかもこんなに安いんだぜ。すげー。スーパー 32X。 セガー。あ、32ビットのゲームだね。そうさ、メガドライブが32ビットになるのさ。もちろん、ソフトも新次元グラフィックス、しかもこんなに安いんだぜ。グレイ。わー、すげー。スーパー 32X。 セガー。カプコン、セガ、バンダイナムコゲームズ、25作品以上の人気キャラクターたちによる究極のクロスオーバーが実現。二大特典を手に入れろ。プロジェクトクロスゾーン。ソニック、龍が如く、ぷよぷよ、バーチャファイター、全てのセガファンに送るセガオールスターコラボ開催。共闘言葉 RPG 言霊、ゲームギアもらえる。いや、ヨーノ、これ覚えてるか。ガシャドクロを思い出したか。そう、スペースハリアーは 3D 視点で進みながら巨大なボスを倒して進むセガの名作ゲームだ。その神ゲーが任天堂スイッチで展開中のセガエイジスでいよいよ復刻するんだってよ。ほら、他にもこんなに。どうだ、やりたくなってきただろう。よし、早速一緒に。え、受験勉強は大丈夫かって。うんがー、忘れてた。